はいえー、それでは2021年合格目標の特別公開講座短期合格に導く江口メソッドの全貌とはということで、えー、話をしますで、えーっと。まずね、1ページ、こちら白い方のレジュメと読みますのでこれをちょっと開けてください。いいですかであのパンフレットの方も用意してくださいね。でまずねあの、今日の話っていうのはあのいわゆるあの短期合格のメソッドですね。いわゆるその たくさんこう、えー、情報をいっぱい覚えないといけないので、まあ、方法論をうまく活用、えー、方法論をねうまく取っていかないとすごくこう時間がかかったりね、まあ、うまく取った人はもう早くか,かったりともうすごくこう影響するので、まあ、非常に重要な話なので、まあ、しっかり、えー、聞いて書いてくださいでこれはまあ仮に勉強を始められてももう本当に受かるまでねずっと頭の中に入れておいてほしいというものです。 じゃあ最初にですね、えー、っと1ページの、えー、試験科目というのがあります。こちら見てください。で、えー、っと、担当論文講示ということで、まあ、3つ試験を受からないと便利視はなれません。で、えー、っと、それでですね、具体的な試験内容も、まあ、ご存知の方もおられますかも、おられるかもしれないですけどちょっと簡単に説明しますね。で、このパンフレットの方の24ページ、開けてください。 でこちら見ていただくと青赤緑で、えー、合格率が書いてますねで担当試験というのが18%論文試験が合格者の約4分の1で工事試験というのは工事でこういろいろ聞かれるんですけどもほぼ合格と95%ですねで、えー、この3つの試験をに受かる必要があるで25ページにその具体例が書いてます ですねで、えー、と試験は5月中旬から下旬で受験地は5カ所ですねで試験科目はこれ全部で7つの法律、まあ、6科目になってますけども特実で、まあ、1科目衣装商標条約著作権法不正規を法しようということで、まあ、いわゆる知的財産権法っていろいろあるんだけどもその中の代表的なものですねこれについて問われます。<laughs> で、試験時間3.5時間でマークシートの個宅ということになります。で、基本的に39点以上取れば合格ですね。で、これに合格すると次ステップ2に進んでいただきます。で、論文試験で、これは具体的に。まあ実際に書いてもらうことになりますね。<laughs> で、試験日は6月下旬から7月上旬で、えー、東京大阪の2ヶ所です。で、試験科目が特日で1科目衣装商標で1科目ずつと。 3科目になります。で、1日で終わります。で、あのその下に書いてますように。翌日は試験形態ですね。2問出題されて2時間で1問あたり、a4 の紙に4枚以内ということになります。で、これが2問ですね。で、衣装商標は1問で1.5時間で。まあ、これ a4 の紙に4枚以内とこういうことになる。 で、えー、合格すれば講述試験ですね試験科目はこうステップ3見ていただくと論文と同じですでただこれねこっちでこうあの面談してですね試験官2人で、えー、特日で衣装商標でて別の部屋があるんですねでそこへ順番に入っていって1回10分以内でで引かれたことに対してゴールまで行けたら合格行けなかったらアウトということですね。で 普通はね、もうほとんど受かるんですけどもたまにね5%ぐらいの人は分かってても急にパンと言われてね頭が真っ白げになる場合がありますん、ね、で何も言えなかったと。な場合はやっぱり落ちます。いいですね。で、あとね、えー、担当試験で免除制度というのがある。でステップ1のところでねポイントというのを見てください。えー、っと1ですね担当試験に一度合格すると2年間担当試験が免除になる。 例えば <laughs> 令和2年に、えー、受けたとしますねで令和3年と4年は2回分は担当試験をパスしてですね論文から受けられるということなんですね。だからまあ実質的な最短というのは、えー、1年目で担当試験受かってで2年目で論文に注力して論文をパスすると。 というのが実、まあ実績は最短ですけども最近ね結構1年で受かる人も多いです。まあ、問題がちょっとね簡単な場合に一気にドーンといく場合もありますね。まあ、今年はちなみに4人ぐらい入門講座から1年合格してますね。まあ、ちょっと多めですいつもよりねという試験です。あとですねえー、っと右下見てください。あの論文試験はね必須科目の話だけしましたけども選択科目というのがあるんですね。右側に一つあります。 でこれは表産の下から一つ選びますでただ大学院に出てたり、まあ、諸々の試験を持っているとパス、えー、免除ということになりますだまあ大学院に出た人というのは、まあ、大学から証明書をもらって特順に出すんですけども、まあ、これパスできるとだいぶ楽ですねという試験です <laughs> でじゃあですねこの試験にまあ合格するために、えー、何が必要なのか何をやっていかないといけないのかというのを説明,説明していきます今日のメインですねでレジュメに戻ってください1の2ですで今あのご紹介したね「担当論文講述」というのは、まあ、言い換えれば読む書くしゃべるのね試験になりますあの読むのは全部読むんだけども担当は選ぶんですね読んで選ぶ で論文は書かせるで口実はしゃべらせるということになるそこを見るということになります。でねじゃあその具体的にね弁理試験のまあ内容について説明していきますけどもこの中であの法学部の方おられますかいない。で理系の方私も理系ですか全員理系ですか何学部ですか 外国語文でそういう方もおらいます文学部の人で受かってる人というのもたくさんいるで、ね、あの理系の方はやっぱり圧倒的に多いのであの法律で勉強したことないんですよで私ももうかれこれ30弱年前に、えー、受かったんですけども全く分からなかったですね法律でんやって異次元の世界とで,で実はあんまり大したことないということでちょっとね法律でどんなものかっていうのを具体例で、えー、ご説明します ご紹介するで問題1見てください、まあ、ちょっと問題をやってもらった方が分かりやすいのでこれは非常に簡単です下に問題1でありますねちょっと見てください公は自転車への特許権者でまあ特許権って何か分かりますねだいたいまあ持ってて侵害すると何か権利行使したり損害賠償請求したりできますよとこれ独占権持ってるオツが自宅で組み立てた自転車 A を同じものです個人的に使用している事実をつかんだと組み立ててね勝手に使っとると。 で特許権者にしてみたら何も承諾を得ずに使ってるやないかということでじゃあその特許権者公はオツのこの使用行為を差し止めることができるかやめさせることができるかってこういう問題です。でもちろんねあの勝手にやめろっていう権利はないですねだけど法律にやめさせることができるって書いてあれば合法的にできます。だから法律に基づいてできるのかできないのかっていうのを聞かれてると考えてください。 じゃあねこの法律がなかったらできないんだけども <laughs> 特許を100条というのがあるんですねちょ,っとちょっと上見てください点線の枠の中でこれも条文そのものです上の2行がねでね専用実施権のように飛ばします特許権者はいいですかちょっと言いますよ事故の特許権を侵害する者または侵害する恐れがある者に対し 侵害の停止または予防請求できると書いてある侵害の、ね、停止を請求できるということはやめさせることができるという話なんですよだけどあの条件が当然ありますで条件は何ですか一行目に書いてますね特許権を侵害するものであることですね侵害したら停止を請求できると書いてある と,いうことは、ね、あのー、この法律は何からできてるかというと条件はこれ条件のこと法律要件と言いますけども特許権の侵害またはその恐れその下に書いてこれは私が加えたんですけどねでその結果効果って言い方をします何ができるかこれ侵害の停止または予防請求でできるとこれが効果ですじゃあねこの事案を当てはめていきますいいですか これ強く見てください公の差し止め請求はオツの行為が特許権を侵害しその恐れがある場合に認められるこれ網掛け部分見てくださいね回答ということこれはもう条文通りの内容ですじゃあね差し止め請求できるかどうかというのは特許権の侵害かどうかという条件に置き換わりましたねじゃあ特許権の侵害って一体何ですかみたいなまた条文があるわけですよで、特許権の侵害と,は,というのはここでというのを見てくださいこれはね 特許68条に基づくんだけども正当理由権限特別な理由がなくて第三者が特許発明を業として実施することと書いてあるもう書いてますならね実施業としてっていうのが何か正当理由権限どういう意味なのかって分かったらこの条件というのはもう明確になりますね言葉の意味が分かったら明確になるでここでね あの実施というのは使用とか生産とかものを含むというふうに定義がされているんで今はもうこれが含むと考えてくださいなのでオツは使用しているので実施はしてるんですねで自転車 A を使用しているから特許発明の実施ですじゃああとね業としてというのが条件になるので業としてって何かなっていうとその下見てください業ととしてとは 事業としての意味なんですねなので事業活動以外の個人的・家庭的な行為は除かれるという意味です。で誰が決めてんというのはこれは国会でですねあの法律を決める時にいやこういう意味にしますよって人間が決めたことです。なんでか言ったら個人的なな行為までで特許権の侵害ってやる必要ないわけですねだからそこはもうね除外しましょうということでコンセンサス取ってルールを決めたわけですよ。ルルールですこれね じゃあ本文の当てはめどうですか問題文読んでいただくと「個人的に使用している」っていうふうに1行目に書いてますね。ということは行としてではないという話になる。ということは侵害の要件を条件をを条たしませんなので本文への当てはめは乙の使用行為個人的なもの行としての使用にあたらないだから特許権を侵害しない侵害しなかったら最初め請求はできないとこうなるわけですよ。 で、法律でね、すごくシンプルで、さっき出てきたね、上の点線の方を見てください。条件と効果からなります。あの効果がなかったら、全然意味がないですね。何々ができる。で、特許法は、その、えー、いわゆる、えー、産業財産権とか、知的財産権に係るルールを決めてますけども、例えば、あの、世の中に法律は他にあるでしょあの、例えば、法律というのはね。 あら揉め事があるところにルールーを決めめくわけです揉め事解決しないといけないから。で普通ねじゃあ人間の一般的なねこう社会活動で一番揉めることって何ですか何やと思うその通りお金 <laughs> お金貸し借りこれお金で揉めますなのでもう一個揉めるのはあれやろ何かお金以外にね例えば相続とかね あのー、私昔技術者やっててねほんであのー、なんかこう病院でねおじゃおじゃ治してるわけですよ隣でねなんか誰かが亡くなってわあッて泣いたはんで泣いたはって5分ぐらいしたらもう喧嘩してはるわけですよ <laughs> というのは聞いたことありますほんでね相続ですだから揉めるところに法律ありですだからそれ民法なんですよで民法で財産権財産法と相続法に分かれるんですね揉めるところにルール作ってるんですよこれ。でそれの えー、扱ううのはは弁弁護士士ですすねで知的財産は弁理とということになりますだから要はねルールで条件と効果のセットを覚えるのが法律の勉強だと考えてもらったりだからすごくね論理的なんですよこれ法律でね。で人間所詮人間が決めたことでしょうだからこうやって決めたんやとそれに条件と効果を覚えたらそれで終わりじゃないですか。だから私がねもも理系ですけども はっきり言ってね、こうバイオとかね、それから画像処理とかいろんな技術を扱ってますけども、あのいきなりね、例えばそれ正って言われてもわからんでしょ。なんでベースの知識がなかったら、いきなりそのあの技術内容を理解することができません。法律どうですか。日本語さえわかっているわけですよ、これ。だから専門知識いりません、はっきり言っていいですね。社会的な常識はちょっといるから、子供は難しいけども、大人であれば全然難しくない。 というもんです。ですね。じゃあ、ベニ試験ンってめちゃむちゃ簡単やねいかと。司法試験も簡単なんて書い、まあら、難しいわけですよ。なんで難しいかと。2ページ見てください。あのね、まあこれ、あの、戦略的、学習法でわざわざ戦略的で書いてるんだけども、要はね、あの、条件と効果のセットあるんだけども、ょう情報量ものすごく多いんですね。だ単、英単、英語。あの、理系の人って英語で大体最初苦手なんだけども、なんで嫌やったかっていっぱい覚えなあかんから。 話ですねで数学とか物理やったら全然覚えんでもねあの定義と定理を覚えといたらまあパッパッパッと解けるじゃないですかいっぱい覚えなかった、まあかんとそこですだから覚えたくさんあると覚えたことは忘れますねじゃあそれをどうやって頭の中に残すかっていうのがもうこれ一番の難点ここです基本的にでねそのためには2ページ見てください1学習方法の確率計算計画、まあ、たくさんある情報をね 頭の中に入れようと思ったときに、まあいろんな入れ方がありますけども、まずね整理整頓がきちっとできていて、例えばなか情報を取り出すときに書類がダーっと積んであったらね、わーっと見たらもっそ時間かかるでしょ。だけどちゃんとテーマ別にずっと並べてあって、で表で、えー、インデックスもついてあったら、そっから順番にだ、えー、見たらすぐに出てくるじゃないですか。同じことです。全くね、そういうことをしないといけない。 で,無駄なであとねちょっと説明すると「学習法の確率計画」と書いてますけどまずねまずは絞るですあの知的財産ってものすごいね実務を入れてものすごい情報量があるだけど試験に出るところで限られてますだ出るところだけやってあ,のあくまで試験に受かるのが目的ですからね絞る情報量を減らすで知識の真の理解と記憶って書いてますけども一番難点なのはこの「残す」という話なんですあの 攻撃を受けてもね、頭の中に残ってますかって言われればやっぱ出てきますね。さっき私特許権の侵害とは言いましたね。言えますかパッと。<laughs> 忘れでしょう <laughs> と。とえー、だえ正当理由権限ない第三者が特許発明業として実施することを言ったわけですよ。でこれを正確にねアウトプットできないとこれいわゆるあの定理なわけです。言えねで。そこにアウトプットして答えが出てくるんやからそれが曖昧やと正確な答え出ません。でね。 例えば、差し止め請求できるかできないかっていうのを曖昧な条件を覚えてて、いや、もう多分できるでしょうって言って、権利行使なんかしたらもうえらい迷惑かかるわけですよ。だからこの条件というのはものすごく精度が要求されると考えてください。なので、正確に頭に入れないといけない。とここは難しいですね。なので、そのためには理解をしてないと、すぐに忘れてしまいます。で、情報量も少ない方が覚えやすいですね。 そのさっきの条件もわーっといっぱい書いてあるんだけども一言で言えば何なんやと分かってそこから展開できればそういう効率がいいじゃないですかでそれが方法論内で,で理解記憶でそれれをを実行ししまますすででさらにこれを回していきますでその時にちょっとしんどいのはねあの1年2年というふうにかかる可能性まあ1年は絶対かかりますでまあ2年3年まあ長い人も長くやってる人も いればまあ2年ぐらいでパッパッパ1年でパッと受かる人もいる。だけど1年間継続して仕事をし持ってずっと勉強した経験はありますか？ないでしょう。仕事でまあもうずっとこなしていかなあかんけどずっとやるじゃないですか。大学入試の時はさすがにあったけど仕事なんかしてないですね。あの勉強だけしたらよかったわけですよ。で結構ねやっぱりこうしんどいですね。新しいこと入れるっていうのはしんどい。 なのでやっぱりそのしんどいことに、えー、打ち勝ってずっと勉強しようと思ったらやっぱりモチベーションそれなりのメリットがなかったらなんでこんなしんどいことしなあかんねんというふうになるじゃないですかでこれは全て弁理士になりたいという話ですねただねそのモチベーションもあのずーっとやっててもなんか本当にこれでできてるのかできてないのか分からん状態でね泥まみれに入ってくるとモチベーションがと落ちてくる。 まあそこですねでモチベーションの維持で回すというのがすごく大事になりますそれでこれ基本です。で方法論見ていきます。いいですね、えー。2ページ見てください。まず方法論1だから「型学校1」「知識の絞り込み」と書いてますけどもその上に型学校へ必要最小限の内容試験に出るこれ必要最小限の時間で理解してで大事なことはね「残す」こうねあの。講義を受けても 頭の中に残ってだからその誤解がよくあるのはその受けたら何とかなるやろうと思ってても本当に残ってることの確認が必要なんですね。これ非常にに重要になってくるでね絞り込みますだ情報量減りますで短期の理解型学校に正確短期正確記憶ができればこれははい受かるでしょうと、まあ、当然ですね。でねその中で絞るという意味は。 不要なことは勉強しないというのはあるんですけど、もう一点、次のページ見てください。あの絞る意味はね、ちょっとね、これ。このボウグラフ、まあここにちょっと行く前にね、これ書いているのは。これ特許一条から二百四条まであります。さっきご紹介したのは百条だけですね。二百四条まで、ほな全部、めちゃめちゃ覚えないといけないのかというと、そんなんほとんど出ません。 出るところは仮に出るところ分かったらどうする出るところだけやったらいいですねでもし分かったとしたらこの出るところをまず特定するでその中でちょっと重要なのはねその到達点というのをしっかりと認識しないといけないわけですよ。何でも到達点でどこまで勉強したらいいんやとでここが曖昧だと。 中途半端な状態でずっと覚えても得点にならない。精度が有意されるから。だから要はさっきのね侵害要件でもありましたけど、正確にアウトプットができて、で問題示されたときに正確に当てはめるっていうことが必要になってきます。まあ要は中でちゃんと言えるようになりますよっていうのが一つの到達点なんですよ。で一回聞いただけで言えないですね。でそれアウトプットしてみないと言えないけどもアウトプットしてもたら出てこないからじゃあ次行こうということで。 だらだらだらとこみ出すとね、こんな感じになる。だらだらだらと。で、なんか当てずっぽで解いてもね、六十問中十二問当たります。二十点しか取れへんとかね、いう人もいる。そういう人もいれば、一年でも四十八点とか五十点取る人もいるわけですよ。だから出るところだけに絞ってでピンポイントで精度を上げるのであれば、時間的にこれ可能なんですね。じゃあ出るところで分かっているのたいだからね、これ見てください。 ここの下にある、ね、絞る絞とというところでまた説明しますけどもこれね、まあ、ごちゃごちゃっ書いて今いきなり見てもわからないけどもわからないと思いますけどこれテーマがあってね条文のこれ29条を見て2番目がほとんど全部出てるでしょだからどこが出るっていうのは担当試験の場合、まあ、論文も含めて大体わかりますもうテーマわかるわけですねだからこのテーマこのテーマこのテーマって絞ってそこの完成度をきちっと上げて 到達点をしっかり把握した上で、えー、勉強していけば、やったことが必ず1点につながる。だらだらだらってやってると、やってることと得点で因果関係全然わからないですね。それをしましょうという話なんですよ。で、次のページ、今見てもらってますね、3ページ。で、方法論2というのはね、まあそうやって絞ってやるんだけども、ただね、残すということをしないといけない。残すためには、残ってるかどうかを、 確認しなないいとと残っててるるこかかりません眺めてるだけでは分からないそこで理解記憶表現っていうのが基本なんですけども講義で理解しますこういう意味ですよで覚える作業をしますで閉じてこれ覚えなさいって言われたことをもう一回アウトプットするでこのアウトプットがねみんなしてますか言ったら結構してないんですね眺めてるだけ。で,なんで眺めていいる勉強しかしないかかななとうとうんでだと思う うん、やった気になるうんそれもあるでやった気になるだけじゃなくてね <laughs> アウトプットしんどいね <laughs> 眺めてる方が楽なんですよ。でもうここをねしっかり考えてほしいのは人間というのは楽な方向へ必ず、えー、ス,テあのトラステップを踏むというか、ね、楽な方向へ必ず行きます。あのそれはもう本本能能なんややに任せてやると アウトトプットしなさい。じゃあ出てこないからしんどいから眺めてるだけは楽ちんだからそれしますってこうなっちゃうわけですねで。そこはしっかりと方法論というのを意識してやってもらわないといけないですよって理解記憶表現でね。で表現して初めて入ってることがわかる。でそこで頭に残ります見てね。だから全部やる必要ない。期待値の高いところの、えー、要件に関して覚えるわけや。 じゃあ、その何を覚えたらいいんやっていうのは、事前にね、講義で勉強した上で、ここの特にピンポイントは、ピンポイント用の一元化した情報というのがあれば、いつも見れるじゃないですか。それは当然こちらで用意して渡します。方法論がはっきりしてるから、じゃあそのために何が必要かっていうのも、まあそこから出てくるわけですよ。いいですね。その下見てください。コアの完成度向上と書いてますね。完全記憶による使える知識アップルート で、常時コア知識のアクセスをしないと絶対忘れます。だから覚えることを決めて、で、繰り返す。で、常時アウトプットのより理解ということで、まあ、下の棒グラフをちゃんとね、こう、棒で出やすいと何個作れるかが特点につながりますよと、こういう勉強をします。方論3見てください。あとはひたすら真面目に学習ですね。あのー、記憶時間を確保しないと、なんぼ効率よくやっても頭に入りにくい。で、 その時にじゃあ法律の勉強ってね家で時間取れるかとというとみんな仕事してますだけど今言ったさっき言ったね要件だけ覚えるんだったら一回理解してね繰り返すだけだったら電車乗ってる時間でも待ってる時間でるできるでしょだから細切り時間というのは法律の勉強というのはすっごく活用できる。いいですねで、まあ、自宅学習とか、まあ、電車歩いてる時間とかねで一番いいのは1日3つテーマを 決めて、でこれをしっかり習得する。で家へ帰ってそれに対する問題をやるっていうふうに決めとけば目標がはっきりすると待ってる歩いている時間も待ってる時間もめちゃくちゃ有意義になります。で目標を決めないでなんとなくやらないといけないなと思ってずっと眺めてると全然効率は上がりません。それは到達点を分かっていないわけだからということなんですね。二の二を見てください。絞って分かる絞るっていうのはあの出やすいところに絞って まあ実務できないいらんことは勉強しないさらに担当試験論文試験ターゲットを絞っていきますで優先順位期待値が高いところからしっかり理解していくということが大事になるという話ですねじゃあねえー、っと4番見てください4ページでちょっとね分かるのところがね若干時間が押してるのでも飛ばしますで記憶する残すのところね まあもうちょっとこうか、えー、み砕いて説明すると環境整整備ととというここでで記憶事事項のの理と到達点の明確化これすすごく大事です要はね勉強したらいろんな本レックのテキストの私のレジュメっていうのはの、えー、黒板書きですねで黒板書きはしませんもう時間がないからただから全部あの図紙して分かりやすくね黒板書きはもう例えば東京であれば200ページぐらいあるわけですよ。それ全部覚えられないでしょ。 もちろん理解するために図紙してないです,よするんだけど、その中で期待値の高いところでどこなんやっていうのは別のレジュメを作ってます。コアレジュメというのはね。で、それが記憶事項の整理と到達点。まあ明確化なんですね。で、丸に記憶のための前処理って書いてるの、これ何かというと、一つのことを覚えるにしても、あの、そのまま覚えるよりも、 覚えやすすく圧縮をすると、ね、まあちょっと上で説明しようと思ってたんですけどもあの覚えるための情報の圧縮アレンジをした上で覚えるのと何も考えずに丸々覚えるのは全然頭の残り方が違う。まあ、言うたらら回回回覚えて100回忘れるのを10回に減らすという話ですねそのためには前処理って私呼んでいますけどもいわゆる覚えるためにアレンジをしとかないといけない。 話ですね、情報は圧縮して本質は何でトリガーは何でというふうにすると頭の中に残る何もしないよねそれをしますという話ですね。で常にアクセスできる環境の構築というのは何を覚えないといけないかっていうのを決めたものが常に探しまくらなくてもすぐに見れるという状況これを環境整備と言いますであとは記憶時間の確保ですねさっき説明した通りですで。あとモチベーション ベリシーになるとといいいいううう強い意志を持ってくださいとこういう話にななります,です、ね、なのでねあの絞るというのが大事だしで絞った内容を頭に入れる時に入れる前にきちっと頭の中に残りやすく処理をして残すこれは大事ねで。その処理が難しいのでこれは講義、えー、で提供される付加価値だと考えてもらったらいいです。いいですね 私もずっと長年何十年とやってるからそれをずっと毎年毎年改良してるから本質も全部分かってるので一言で言ったらこうですよっていうことを言えるまあ一言で言える場合と言えない場合がありますけどね。なのでそこをしっかりやればすごく楽になる。でね12年で受かる人っていうのはそこをねやっぱり方法論をきちっと理解してで前処理も理解するとちょっと理解するのに時間がかかるけども今度は覚えるのに100回覚えて100回忘れてそれです。 少なくて済むわけですねですぐ分かりますでね、滑る人ってやっぱりいるでやっぱり滑るべくして滑ってますで要はねそうしなさいって言ってるのにそれをせずにどうするかというとしばらくサボるわけやなで直前になってうわっとやりだすんだけどもあの覚えやすい前処理をすっからかんに忘れて覚えにくい位置から部夫乱すわけや覚え,るわけ覚えられるわけがないでしょ。年年目3年目っていくともう最悪です 覚えにくい状態ででと自,流自己流でやると残らないですよ頭の中にでそういう人ってねあのー、論文の勉強とかで聞いても内容理解してないな。で、まあ、入門を受けた人もいるんだけども、まあ、大概すぐ受かるんだけどもねやっぱり苦労してる人も全部忘れてますね言ったこと全部忘れてる。あとはもうべたっと勉強する機会って全然ないでしょう。だからもうも悪悪循環悪循環環になってくる だから最初の1年目というののはものすごくく大事だだと考えてくださいいかにここをしっかりとベースを押さえてやるかやらないかというのはえらい違いだということです,いいです、ね、だからねその同じ講義を受けてもらってもまあいろんな講義があります表面的に条文ってこういう内容ですこういう内容ですこういう内容ですというのはできますねだけどそれで頭に残りますか残らへん。 だからそれを圧縮して背景はどうでトリガーはどうでっていうことを教えてもらって初めて覚える回数が少なくて済むし理解も深まるとこういうことなんですよで、ね、だから普通に本を読んでじゃ独学でやるとそんなこと一切書いてないからまず絞ることもできないし前処理もできないからじゃあどこから覚えたらいいのかさっぱりわからんという話だって何も残りませんというのがまあ通常のパターンになりますねじゃあ次のページ見てください5ページ でまあ、面と点の学習江口クラスって書いてますがこれはもう普通の話です。で真ん中に書いてる「要件のコア」って書いてますけどこれがね、まあ、いわゆる法律要件です。でこれに基づいて答え出すがこれは定理みたいなもんやと考えてもらったらいいですね。で基本要件解釈って書いてあるのは言葉の意味です。でねちょっとねここ難しいのはね条文の条件だけ覚えたらいいっていう話じゃなくて。 条文の中に言葉が出てくるじゃないですかさっきでもね特許発明の行としての実施じゃあ行として何ですか実施って何ですかっていうふうにまたそこからバッと膨らむわけですよだから情報量としてはかなり一つの要件でもそこそうなるでそれをやっぱり処理していかないといけないということが事実なんですねだからそれをねやっぱり何も考えずにバッと覚えて,て全部私利から忘れてぼやっとした状態で試験に臨んでもこれはなかなかね合格点は臨めないと。 ということになります。で、趣旨というのはその背景ですね。なぜその法律があるんですかっていうことを理解しないと覚えにくいし、そのいろんな、えー、特殊な具体例を聞かれたときに答え出ません。いいですね。まあ、それをしっかりやる。で、えー、絞る、理解、えー、短期に残すっていうのがポイントなんですけども、 法体系全体俯瞰による記憶事項の整理と到達点の明確化というのが大事になります。で、法体系というのは全体を見てですね、で、えー、個々の規定を勉強しましょうということです。で、オリジナルレジュメ、これは図紙多応と書いてますけども、6ページの、この、これも、まあ、レジュメの内容です。私のね、黒板書きを前持って書いたもの。で、えー、を用いた本質説明による迅速理解と前、 記憶前の前の処理で,す、ね、でまあいつも私のような情報量が少ないと、まあ、要は情報圧縮してそこから全体展開できたらすごい楽じゃないですかでそれを目指すということとトリガーですね何かいろんなこう切り口を覚えとくことによって何かの表紙にパッと記憶で出てくるじゃないですかそのトリガーをいっぱい設けることによって覚えたどっかに頭の中にあるものを引き出す。 これをしっかりとやるで次に「コアレジュメって書いてますけどレジュメを2つ2種類使いますでコアレジュメというのはその勉強した中でも期待値の高く高くて絶対に覚えない覚えないといけないところですねそこを集めたものだからまずは正確に頭に残すその棒のところというのはコアレジュメの内容だと考えてもらったらいいでね勉強方法としてはその壊れ締メを覚えるでしょうでね出るところなんですよでそれに対応する過去問って絶対あるわね 出てるんだからいっぱいでそれを覚えてで過去問を解きます。でテーマ別になってるから横串になってる年にね。でそれで本当に自分が解けるかというのを確認します。いいですね。で記憶事項及び到達点の明確化。例えばですよこんな人もいる。あのちゃんと頭に入れてから過去問をやるんやという話をしているのに失敗する人はね過去問だけやるんですよ。で過去問をやるでしょ。で答え合わせして。 でちゃんと条文に基づいて解こう思ったら条文頭に入ってなかったら解けませんだから,条文を見たら全然前へ進まないわけですよだから進みたいから過去問やって答え見てはい次次次ってやったらなんかこう進んでるような気になるわけですねずーっと繰り返すわけですよそれをね。となるとどうなるか,うなるか条文読まないでしょう。で過去問だけ丸覚えするみたいな形になると同じ問題もたまには出るけども違う切り口で出されたら条文が分かってないから答え出ません。 まあ言うたら物理で言うたら問題だけ一生懸命覚えてね定理全然理解してへんてこんな感じですよなってしまうだから本来の趣旨は過去問やる趣旨というのは過去問やるのは手段であってあくまで頭にちゃんと入れた条文ねこれは正確に頭に入れたそれを使う練習を最終的には確認を過去問でやるという話だよなそういう手順もしっかり踏まないともう完全に自分からねそういう人ってね こ,うへここの方向ですよって言ってんのにトラックを自分から外してるわけですよ。滑る方向にね。ということをやってしまう。で、その心は何か言ったら、結局本能的に楽な方向へ楽な方向へ、舵切っちゃうんやな。ということはしたらダメだという話ですね。で、えっと、全体俯瞰という話が出てきましたけども、帯体系、例えば6ページ見てください。ここにね、 これ特許の全体なんです。で、特許勉強、これからね、まあ、勉強する人はここ勉強してもらうんだけども。たくさんある。で、その時に大事なことは。整理整頓への話しましたね。大きくね、引き出しをね、作って。整理していきます。知識を。で、大きく、まあ、これも聞いてもらってわかりと思いますけども。特許するまでに出願したり、いろんな手続きはいります。だから、大きくね、特許前と特許後に分かれるんですよ。網掛けね。 こ,うこう簡単でしょ特許前特許後やとで特許前の規定は何ですか特許後の規定は何ですかさらに右下見てください、まあ、特許前特許後と絡みますけども、えー、不服申立てが審判訴訟と言いますでその切り口があるで左下条約の規定というのがありますこれかなりボリュームは少ないけども条約ってすごく大事なので大きく4つに分かれて特許前はじゃあどういうふうに分かれるかというと左側見てください のに、ね、特許要要件、件件は説明しましまたね、条件です特許するための条件というのがあるわけです。独占権を与えるわけやろその時にあのみんながもうみんな知ってるものに独占権与えたらみんな知ってるものでみんな実施してるのいきなり特許権こうしたりとか困るわけですよだからそれ価値があるもんじゃなかったらいけないので新規であるとかね進歩性があるとか、まあ、いろんな条件が特許要件として記念されます。これ これ分かかかってないと特許できるかどうか分かりません2つ目四角の4見てください特許取得の手続きですね特許を取得するまでに出願してもろもろの手続きがあるですねこれでもう一つがちょっと上にね特許前の法的保護特許されて保護されるんだけども特許前も保護されますで論文試験はこの3つの中から必ず出ますで最近はね まあ前はね、時計要件だけ聞いたり、時計前の法的法だけ聞いたりしたんだけども、今はね、幅広く、なんか5つぐらいの、2問あるんだけども、合計10問ぐらいに分けてね、で、全部満面なく聞くようなトレンドですね。で、それがいいかどうかは別だけども、なんでそうするかというと、あの、大きい問題1個するとね、試験官が何人かいるでしょ。ばらけるんですよ。採点がね。だけど、 5個ぐらいにしておいて1問1等式でペッペッペっと溶かしたらばらけないでしょって採点しやすいからっていうのを話したんですねで、それが A かどうかは別ですよで、今はちょっとそういう傾向にありますまだ変わるかもしれないですねなのでこういうふうにね特許ゴムを項目を分けていけば今自分がどこを勉強しているのかっていうのはね情報量が多くても時間の問題になってくるわけですで、その中でも期待値が高いというのは過去問を解析したらわかるわけですね で全部やらなくても法律でねある規定だけやったら全部わかってなくてももうその場その、えー、規定だけで全部解けますよっていうものもたくさんありますもちろんあの全体を見ないと解けないような問題もあるんだけども単発でいけるんですねで出るところで分かってるんですそこだけ勉強したら絶対取れるやんという話になるわけですよあとはそこの習得度をいかに上げるかとこういう話ですね。 でこの、えー、6ページの内容左下見てください全体俯瞰は登録前登録後というのは特許前特許後と一緒です。で審判訴訟条約の4つに分かれてで特許前は3つに分かれてますね網掛けねで特許後は123456つに分かれてるというふうにインデックスを作って整理していく。でインデックスが分かると今度インデックスが分かったらそこをトリガーに多分困難があったなっていうのが出てくるわけです。いいですね なので、勉強したものを知識をそこへどん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 放り込むような形にすることによって、すごくね、頭の中に入りやすくなるし、入ったものを出しやすくなると。こういう話です。次のページ見てください。7ページ。まあ、壊れじめって書いてるけども、これがね、一元化した資料の一例ですで。先ほどの差し止め請求要件だったら、左側に条文の要件、特許権の侵害、またその恐れがある。 で特許権の侵害とは右側にその必要な事項が書いてあってこれも必要に自由な期待値が高いものですね。でこういうものをポンポンポンと集めたものが壊れ締めでまずはそこを完全に覚えてくださいということですね。これは記憶事項の明確化ということになります。でもちろん覚える前に講義でちゃんと前処理をした上で覚えやすくしてひたすらあとは 記憶事項を明確化して覚えるとこれをすることによってすごくね、えー、効率が上がります。両学校にモチベーションの維持を見てくださいあとねまあ成果把握による習得ということで学習ターゲットの明確は小さな成果の把握とかって言いますけどもターゲットが明確化だったら自分がどこまで進んだかというのは常に分かるわけですよ。だからもう確実に進んでるというのがね分かるんですね。とモチベーションアップにつながります。 で小さな成果の把握と書いてますけど米印一番あかんのはややりっっっぱなしちょっとやった後ほったらかしとくんならちょっとねこうあのー、臭いもんに蓋をしたくなるんだけどもやりっぱなしだったら次本試験出たらどうなるんやろうって絶対忘れてますねかあかんやねん今話で何かしなあかんということになるわけですね。なので、まあ、確実に頭に入れるような方策を取っていかないとあかんということになる 外的刺激受験仲間間相互間の啓発これは非常に大きいで,すで、まあ最初の1年目というのはあんまりないですけども論文とか勉強するとね、まあ、30人か40人ぐらいでゼミを組むわけですよ。で毎週毎週、まあ、今日もまた番にありますけども書くわけですね。でだんだんなもう中名前も分かってくるとこのレベルで成績ここやったらじゃあもうここ抜こうと思ってみんな一生懸命やるわけですね。でそれでうわーっと勉強するともうかなり大量にドーンと受かったりします。いいですね でまあ、ゼミの、ね、まあ都市によるんだけど大体40%から50%ぐらい受かってるわけです合格率ねで、まあ、全体の8%ぐらいだからまあ結構多いでしょうで一番多い時はねまあまあこれはたくさん受かった時ですけども50何人中です、ね、37人中ぐらい受かりましただもう大阪で人グループできるみたいなもんやねゼミでねだそれはまあその時は合格者が多かったのとすごくできる人がいてその人ばバーッと引っ張ったああいうのがあるんですけど、ね あとはね成功する方法論の伝授ですねで失敗例も随時説明してもらうことによってじゃあ反面教師になるですねこれはしてはいけないっていうのが分かるので、まあ、そこでねあまり臭いものに蓋をせずに目を背けずにやっぱりお前も、えー、自分の課題にねしっかり向き合ってやれば絶対速くなるわけですよで一番あかんのはやっぱり自分の課題にね 目を背けるといつまでたっても治らんっていう話になるわけですね必ず課題というのはもうこ,こに絶対出てきますからいいですね時間管理見てくださいあのね自宅学習事項と、えー、外学習事項って書いてますけども「あの行き昼帰り自宅」と書いてますねでそれぞれ何するかを決めますでターゲットを決めて勉強していけば空いた時間というのはものすごく得点につながることになるでこれを決めないで 単に眺めてると学習にムラができるし、ターゲットがなかったら眺めてるだけやね。だ実はもうせっかく時間を費やしているのに手応につながってないっていうことにもなりかねない。だ必ずターゲットを決めて1週間単位でまあ大体どれやろうということで勉強するとね、じゃあもう迷うなくていいんですよ。何しようかな何しようかなその考えずに毎回考えるよりも1時間ぐらいかけてじっくりね。 全体俯瞰してやると絶対無駄がなくなります。いいですね。これをやってください。八ページ見てください。入門講座の利用ということで、まあ入門講座ね、まあ皆さん四月生の方ですけども、入門基礎一番上に見てください。これが全体ばらっといきます。でね、ここでベースを押さえてもらう。で、このね、最初の半年弱五ヶ月ぐらいです。これ真剣にやってほしいんですよ。要はね、やっぱり一年で受かろうと思ったら。 最初からそんなのんびりやっとったら、受かりません。いいですね。で、ベースをやればやるほどベースができます。ただ、ここは結構苦しい。何か言うたら、知らん言葉とかいっぱい出てくるんで。なかなかね、頭の中にスッと入る人と入らない人がいる。で、入らなくてもしつこやったら、絶対入ります。ですね。で、ここはしっかりテーマを決めて、覚えて。過去問のテーマ対応するのをしっかりやっていって、いくら棒をね、ベースを作られるか、作れるか。で、次に入門。 論文でこれはね10回ですでね論文の、えー、典型パターンです、ね、どうやって書くのかで具体的に演習もしてもらいますただここはねあんまりのめり込んで書くことばっかりやるとね担当に弊害があるんだけども10回ぐらいだったら相乗効果まあ要はね頭の中に残らなあかんわけやで横串の問題をやることによってすごく頭の中に残ります理解が深まるで書くパターンもわかりますね なので担当試験を受かった時にロムまで一気にいける可能性も高まる。であと入門担当その後ですね今ちょうどね講義をやってるところですけどもこれはもう築城でいきます基本。でベースができているのであと条文単位でずーっと見ていくわけですね。で、まあ、3回回すというのは1回で全部頭に入るんやったらもういらないですけどね、まあ、大体忘れていくので何回かどんどんどんとやると頭の中に残るんですよ。いいですねという。 体系になってていると考えてくださいででレックテキストオリジナルレジュメコアレジュメって書いてますけどもレックテキストは予習用にちょっと読んできてもらったらいいと思いますただね予習と復習っていうのがよくまああのどっちがどれぐらいやったらいいんやって言いますけどもまあよく疑問が出るけどもケースバイケース予習って何のためにやるんですかこれ講義の内容を事前に読んできたら分かりやすいですね。 だけど別に予習戦でも講義の内容全部わかるようになったら予習する必要ないです。大事なのは残すことでしょう。大事なのはね、講義を受けた後にすぐに次の日全部見直す。で、要は見直さないとせっかくね、前処理とかトリガーとかまあいわゆる本に載ってないようなね、秘訣を説明しているのに一週間もっとことすっからかに忘れてしまう。なんですよ。だからすぐにやる。 でそこで分かってないところも分かります。これは非常に大事ですね。だから残すのが大事だと絶対復習は大事。これは決まってるわけですよ、生はね。で予習はその講義を聞いてそれなりのむちゃくちゃ早くはいけないけども限られた時間内で全部やらないといけないからもう時間帯で全部割り振っているのである程度のスピードはある。だからそれがきついんやったら予習してきてくださいと。こういう話になるよね。で、えー、まあちょっと考えてほしいのは。 その下ですね TTPP というのを常に考えてるのはトータルタイムパワーポイントということで私が勝手に考えたんですけどね1点取るのにどんだけ時間を費やしたか担当試験でいいです。いいで,す、ねでまあ、例えば標準ケース、えー、39点で合格ですで1200時間を費やしたとしたら1問あたり30時間の勉強時間があります。 1> 1問30時間で取れるようにしたらい,いとで1問取るのにで出るとこ分かってるんうこんな時間変わらないですよ。で1200時間というとねどうなるかというとね週25時間なんですよ1時間で週25時間ってどんなレベルかというと1日3時間やるとしますねこれ歩きも全部入れてですよ細切れて3時間やったら3515金曜日まで。で土日で5時間5時間勉強したらちょうど25時間ですね。 歩き時間も全部言ったら25時間ぐらいもっといけるじゃないですかそれで1点当たり30時間あるるわけですすよ出ると分かってますだったら効率よくやったらいけるはずですね。ということで投入した時間が常に得点につながっているのかというコスト意識を持って勉強することによってですねえコストパフォーマンスが上がるコストというのは投入した時間ですね。 最後9ページ見てください。で江口クラスの特徴ですけども1年合格可能これ担当ですいいですねこれを必ずやりますでちゃんと言ったことを守ってもらったら担当試験も受かります基本的にねただ論文に関してはやっぱりこう自分の得意なものが出たり出なかったりというのがあるので1年で絶対受からせるとは言えないですね ただまあ受かってる人はまあ毎年いますけどもただですねあの一番手っ取り早いのは1年目で勉強してねで10月の半ばぐらいからゼミが始まるんですよ。でね今回もゼミはかなりの数の人が来てます。でゼミを出ると確練書するわけですね。並行してやるんかいう話になるけどもまあ1年目の場合は出るとこ全部教えるので要は 書いても、ね、知識なかったらもう全然その知識をいかに書面、えー、答案用紙に書くかこの練習してるのに知識になったら練習にならないだからテーマ決めてその勉強のための、えー、論文のための勉強量もできるだけ減らしてもらって書く練習をしてもらいます。でこれをすすするとと、ねまあ、実際に論文と担当がが効果ででで上がっていいくわけですね結構しんどいですだけどそれをやった人は1年で受かる可能性というのはもうかなり高まりますね。 受受かかるるるくしててま,まぐれじゃななとということになるでそれは自分の勉強の進捗度を見てですね判断してもらったらいいわけですまあ10月頃まで大体わかるじゃないですかただねとにかくい最初からねなんかもうバンバンやりなさいっていうのは一年で受かるためにはそれぐらいやらなあかんという話なんですよ確実に受かろうと思ったらねなのでまあ最初しんどいけどもしんどいくなかったら勉強していい証拠です。 ししんどいと勉強してるじゃあどっちがえねえねんだら?」ってらもうポヤっとやって「はいこんなんでいいですよ」っていうことでパッパッパーってやってなんとなくもう自由を教えるところを4ぐらいにしといてねほんなら楽やん4だけ教えたらいいからでゆっくりゆっくりボケッとしてもいいでしょう、ね、あと6どないですんねん落ちますねで落ちてずっと長く勉強するから1年目でむちゃくちゃしんどい目してねまあめちゃめちゃはいらないですけどもそれなりにしんどい目して浮かんねとどっちがえねえねんっったらほんならもう浮かるために勉強してねえかそっちの方がいいのに決まってるじゃないですか。 そこをきちっとやりますよ、ということです。いいですね。で、不合格の4型ということで、えー、絶対になってはいけない。まずね、瞑想型。これはね、ゴールが見えず比例します。まあ、いわゆる方法論何も考えずに、闇雲に勉強する人ね。だゴール見えへんかったら、だんだん疲れてくれへんの、もう、わとやってるわね。で、これは滑る。自己中型、不合格に増してくれな人の話聞かない。 もうとにかくね自分が思ったことだけをあってやると大体そういう人ってね方法論間違ってるわけですよ。人の話聞かないから余計ずれてきますね。逃避型。困難から常に逃げる。で、よく出てくるのが私は多忙だから。年取ってるから。よく出てきます。で、これってね、あのー、まあ中身を解析するとしんどいから、しんどいことから逃げたいですね人間ね。で、その時に 仕事が忙しくなった年取ったてるもう絶好のね逃げる理由になるわけやでそこへパッとつかんで忙しいから社内や勉強できへんのはっていうふうに自分で納得してしまうわけな納得するのはええけども勉強してんの人生から絶対怒れませんいいですねじゃあ忙しいんやったらじゃあどうすんねんっていうのを考えていかなあかんわけですよ怠慢型常にサボるでサボるとね勉強時間少なくなるから受かる可能性は低いただし 記憶力がもう死ぬほど高い。一回聞いたらもう、もう、もう1か月忘れませんっていうようなやつだったらちょっとぐらいサボってもいいかもしれないそれ。それは自分の頭と相談してください。ただね、90数パーセントはもう大体みんな一緒です。忘れるようにできたね、人間中はね。なので、まあ、こうならんように、えー、まあこれ、えー、精神論ですけどね。あとは方法論をきちっと踏めば、確実に受かる試験だということです。はい。じゃあ、ちょっと時間過ぎましたけども、えー、これで終わります。